はい、どうもなっちです。ですね、今回はランキングバトルの方やっていきたいと思います。土曜日ですね、メンテナンスが終わると言ってたのに、スクエアエニックスさんは嘘をついたようですね、という感じです。どうやらもうできるらしいですね。はい、できました。はい、というわけでやっていきたいと思います。ようこそ Wi-Fi ランキングバトルへ。はい、というわけで、目指せ最強マスターズグランプリやっていきますですね。ユーザーデータもっと確認、あ、本日初めてのためです。じゃあ参加登録して止まって、これはめちゃくちゃサージダウスにも弱いんですけど、いや、これはダメですよ。あ、メンバーを編成する、よかったよかった。ですね、ちょっと前のですね、ジョーカツプロフェッショナルの時は異常に強かった、天空の支配者みたいなマスタードラゴンがいたんで、あいつみたいなやつがいるかもしれないので、一応、メタルスタッドダイヤモンドスライムで固めていきたいと思います。はい、チーム名は前登録しました、 YouTube ナッチです。ではやっていきましょう。 Go to! めっちゃブレブレよ、このブレードがひどい。まあちょっとこの黒文字に白文字、黒い背景に白文字はこのカメラ苦手なんで許してください。お待たせしました。本日、あなたと対戦するチームを発表します。ビギナーズ 3D、第一最高階、鶴亀山、コンボーズ、精霊と大きな木。精霊と大きな木はね、多分これはタボーとエグドラッシュとかじゃないですか。バレバレよ。白い卵を1個もらいました。ゴミだまりですね。はい、1回戦いきまーす。ビーナーズ 3D は勝てそうな相手です。ういうい、パーチランク3。これはガンガン押しちゃえば勝てる相手だと思います。さあ、いきなり赤い切り。ラブリー、ういリゴレインです。ズッキーニャが今、雷に焼かれて、焼かれてしまいました。いい食用の野菜になったんではないでしょうか。うわ、スライムごときが1ダメージを与えると。もんじゃごときが自動 1B 回復とは。なかなか面白いメンバーです。15レインです。うわー。もんじゃは弾け死んだ。最強ヨーグランデ。アンライズ遅いの。待って待って、なんでスライムたちに負けてるんですか、あんた。イオグランデ、バガーツ。バシ。はい。ま、ここは楽勝でしょう。YouTube なしたちは勝利した。これチーム名出るんですか ?YouTube なしたちは勝利したって。どういうことだよ。銅の塊かける3をもらいました。うん、ありがとうございます。ご褒美としててなんか嫌ですね、上から目線で。勝利したボーナスとしてみたいな感じがいいんですけど。で、第一最高階、勝てそうな相手です。大ミミズかな?大ミミズといたずらモグラですかね。なんだこれ、何が倒れてきてるんだ?あ、タイラントワームの色違いですね。はい、大ミミズです。ブレすぎです。よし、キラスコープか、青いやつですね。ジゴデイン発射、暴走しました。これは痛い、たまらずダウンです。ジゴデインです。ミミズさん、さよなら。痛い。ちゃんとミミズみたいなのありますね、なんか腹みたいなのが、あの変な腹巻きじゃないですけど、なんか、ミミズにある。ミミズの上方向、上部分にある、なんか変なやつですね。
ワン、ツー。バイキルミンかける1。あ、嬉しいですね。バイキルミンはね、結構使えたりもします。はい、セーブしています。鶴亀山は勝てそうな相手です。鶴。鶴はあかんだけど、なんか一体関係ないぞ、鶴さん。さて、ガメゴンちゃんですね。さあ、霧が出まくってますけど。黒い霧やられたかな、今。大丈夫か。冥界かな？よく見てなかったんですけど。なんか霧をやられましたね。イオグランデ大爆発。痛い。おーい、ダブルでくじけぬ心ってすごいな。ファンネル、ファンネル、ファンネル。あー、残念ながらここまでです。はい、勝利しました。テケ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 デンデンデン。テケ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 デンデンデン。鶴亀さんに勝ちました。力の種かける1をもらいました。ありがとうございます。やりましたね。この調子で次も頑張ってください。はい、頑張りましょう。4回戦。コンボーズ。コンボーズは手強い相手。嘘だー。うーわ、嫌なやつだね。絶対あれでしょ。魔人攻撃でズサーン。ほんほん。デリルリレリル。バターになりそうなんだね。よしよし。ガンガン行こう。行こう。自己伝で押し切れ。バルザック。自己伝じゃなくて、イオグラ。イオグラ行こう。自己伝でした。ドカーン。チン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 。ワン、ツー、あ、強い。よし、イオグランで大爆発。ドカーン。あー、なるほど。なるほど。だから、したんですか。なんじゃ、アザラスから殺しました、これ。切りないっすよ。耐えた、バイキルトとかあかんでしょう。あっさり負けてたまるか。うん、には、強い。普通に強い。はい、そこで終わり。お前らのターン終わり。やめんとけよ。よし、2か。核なる上は。核なる上はですよ、ここは。よし、お前はちょっとアトラスを、フルボッコに、しといてもらって、いけ！守りの霧でゴンス。いや、そこはスカラをやってほしいんだが。スカラ行こう、スカラ。ホイ見ちゃう、スカラです。スカラお願いします。命令できないんでね、ちょっと。スカラをやってく、あ、まあ、三河支客はありがたい。ファンネルよし、まあ、これでしばらく安全。うわ、危ないことをするな、お前ら。はい、てるるー、てるるー、はいー。そう簡単には当たらんぜ。はい、赤い切りナイスです。ペロ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 。実はこのコンボを蜂蜜塗っておいたんだよな、みたいな。あー、まさかのダイヤモンドを殴ってくるとは。はい、自己伝でもアトラスを殺しますよ。自己伝。ピキ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 。はい、で、こっから、メタルスターが連続で繋げてくれれば。ぐや、まあいいや。バルザックほっとけ、一旦。これはアトラスを、よしよし、めっちゃ食らっている。オッケー。あとはドルマドンや自己伝なので、チミチミをしていくわ。バルザックも寿命じゃ。ドン。もう強い強い強い。おい。あくまでもこいつ攻撃系ですよね。なんでも、いや。なんてめんどくさい戦いをこいつら仕掛けてくるんだ。で、まず自己伝ですよね。インテがありがたいですね、かなりこれは。自己伝で、そっち行ったか。で、お前をどうするかな。ドルマドン行くかな。自己伝で、アトラスか。500ぐらいですよね、今。あ、そっちですか。お、これは正気。よし、これでも多分削れます。
バイビー、ドガーン。ありえないんだなとか絶対言ってそうですね。アトラス。You win! コンボードに勝利しました。レミラーマスを ×1。いや、これはご褒美レベルではありません。いりません。ですね。さあ、ラスト。どんな相手が待ってるんでしょうか。精霊と大きな木。いや、これは絶対エグドラシル、エグドラシルと、ほら、もう予想通り。エグドラシルとワタボー。買ってやんで。買ってやんで。ズズズズズズ。ズズズズズズ。エグドラ。まずは命を大事に行きましょう。危ない、危険するところだった。ジゴレインでまずはエグドラシル3に様子見。338。守りのキーでまずはちょっとね、相手の様子見ということで。くる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 。そして三河四角化スカラをお願いします。よしよし。スカラをやってほしいんだけどな、保険として。攻めるか。ティーン、効かんよな。怖い。怖い。き。ワッツ。強いです。攻撃力半端ねえ。ガンガン攻めちゃえ。ワタボー寝てますね。ほっとけ。あの危険生物を倒すぞ。木造建築殺すぞ。よしよしよし。三河四角で全部回避できることを僕は祈り続けましょう。よしよし、ダメージは大きいです。よしよしよし。これで次のターン、てかこのターン耐えれれば正気は見えますね。ワタボー寝てますし。ワタボー耐えとるし、おかしいし、体力。痛い。よし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 。行くぜ行くぜ。よし、時々見て、俺は勝ったでしょう。よぐら出て、今ぐらいつ。リア充爆発しろ、このクソが。ドーン。お、強い強い強い。待って、ワタボーさんの HP がおかしいですよ。HP アップ、SP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 、でもついてる。いや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 、おかしいでしょ、ほんとに。暴走したし。いや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 、919とかふざけないでください。かわせ痛い、痛い。力つきましたと。いやー、この HP をね、チート級にするのやめてほしいですね。明らかにワタボー2000以上食らってますよ、あれきっと。へぇー。はい。ケツ負けるんだ。はい。というわけで、どうやら、マスタードラゴンみたいに、体力は異常に高いようですね。はい。勝ち点はどうなっているのでしょうかと。相当強くないとあれは勝てなさそうですね。結構マスタードラゴンでも苦戦しましたが、今回は、エグドラシル。やばいですね。はい。対戦結果アップロードしています。使用モンスターによる追加点がなぜかもらえていますね。ありがとう。小さなメダル来た！ありがとう。はい。まあ、多分明日からは普通の相手と当たると思いますので、またその時にお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。